あげママの図鑑ね。あげママの図鑑でね、今日ね空手に行ってきたの。お店休みだからね。だからね、いつもねうちの音響やってくれてるね、阿部ちゃんっていうね貴様がね、いつもね家庭菜園でね、これだ野菜ね、水の前さを置いてくれるわけでね、これ新鮮だ、これパリパリったピーマン、これのピーマンだべ。あれパリパリってのこれ今朝取れたんだぞ、これね。でね、あとねきゅうり、これイボイボいっぱいついたきゅうり、これ美味しいんだ。でね、これでね、このねイボイボついたの美味しいんだ。あとこれきゅうりとピーマンもどれ、今日生で食うからせっかくな、味噌つけて食べようね。よしだ、ピーマン生で食べよう。あとこれトマト、これの、あとはさこのトマトを食べて、よしよしよし、これはいいぞ。きゅうりちょっとさ、きゅうりとさ、ちょっとこのそれでも、笑ってうまいにさ、きゅうりこれ味噌つけて食ってみるか。これパリッとして、これおいしい。これさ、熟女系にはさ、もう何年も前からカッパってあだ名ついててさ、あの動画でこそ熟女マスターって喋ってるけど、普段はカッパって呼ばれるの。なんでかっつうと、きゅうりすごい好きだの、ほら。いや、きゅうりの時期になればさ、大量にきゅうり買って、あの味噌こそもうさ、いかに10本くらい食うんだまあまあかねんで、昔もすんばり口だぞこれ。ちぐさもカッパって呼ばれるやつね、カッパたちかって揺れすぎだね。あのあれよ、もうさきゅうりおいしい時期になるとさ、夜中打ち裂いていても立ってもいられなくなってさ、コンビニさ行って、コンビニのきゅうり店があって新鮮だもんさ。でさ、コンビニさ行ってきゅうり買ってきて、夜中きゅうり食ってんの、おいしい。ピーマン丼だべ。このさ、生野菜の美味しい時期にさ、この生で食うっていうのがたまんねえんだよね。ピーマン丼だべね。ピーマンも味噌こつけるさ、うん、美味しい。これおいしい。これさ、
だべ。で、きゅうりは切ってね、これこうお味噌こ塗るべ、一緒に食べるこれな、これなんぼおいしいんだ、たまんねえな。とりあえずこの一本切ってもらいな、揚げまま作る前にな。ね、たまにでこのピーマンの美味しさ。開けてな。おいしい。これだ。ちょっといただいてたあの人がね、チャイゴ太郎くん夏野菜カレー作ったってな。これもさ、一回道の駅まで行ってもうこた俺の、まあ今度勝手に見せるけど、俺の若い頃を彷彿とさせる、ただ月に100円とか言うてな。それ買ってきて、夏野菜カレー俺も作ろうと思うな。うん、まずそういうわけでね、うん、味噌汁つくね、味噌汁な。何風味つかな。それさ、これやっぱあと、あ、これこの間ナナミミさんからもらったくるみだのあのあいの佃煮、いっぱい食べ過ぎればダメだよって言うんだけど、毎日にでもこのどれ日月火水、うん、だめ4日でこれ5日だな、大好き。これね、栗の佃煮、栗でねえや、くるみ、この取れたてトマトね、トマト、ほらピーマン、ピーマンをこうやって、でキュウリも一本やるか、キュウリ半分だな。これをキュウリこうかけてね、これであげてもすごいよ。さらにこれブロッコリーのスーパースプラブとね、かけて多分絶対コロナにならねえよ。ほらこの間
あの動画見てくれる人、最近卵焼きないですねってね、考えてみたけどだね、せっかくあの卵焼き上手になったんでな、たまに作ねばな。せっかくな卵焼き、あの時な毎日卵焼き作ってな、みんな毎日卵焼きご苦労様ですってな。おかげさまでね、卵焼きね、卵焼きはね、今日もこのきびと甘めだし汁、あの幸子さんがお酒いっぱい入れるたんで、ほらもうお酒いっぱい入れるようにしてね、いっぱいってもね、このくらいだけどね、すごいよ、ご新酒ね、金粉入りだよ、ね、久々のゆで卵ですね、ゆで卵でに卵焼き、今日は小さいので作りましょう。豆腐ね、いいよ、いいよと、はい、豆腐。よし、したら、米油、焦げたのは長にしてね、手順ね、例えば水類ね、油っこしがねがの、いいよ、いいよ、いいよ、よし、よし、できたよ、いいよ、いいよ、
毎日毎日前の卵焼き動画作ってね、マスターの卵焼きにつぎ合いますせーってねコメントね、よくみんな疑念で見てきだっけね。よし、いいよ、ああ、いいよ、これ、これ、いいよ、これ、これ、程よく焦げましたよ。このくらい焦げてる方がね。からね、味噌汁にね、味噌汁にわかめ投入ですね。わかめたっぷり投入。わ、あんまりたっぷりだじゃ。いいやな。よし。これ。卵焼き、これこれプルンプルンって、これ美味しそうだ、うまくいった、よかった、あまり腕をじてなかった。よし、出てきましたね。卵焼き、新鮮なお野菜ね。は、またくるみつまみ食いね。あとは、あ、これだ、忘れどこした。これ、余り物だ。ソーセージと、あの、もやし炒めたやつ。ご飯はチンしましょう。あ、ご飯チンする間、まだ今日の T シャツ紹介しとかいね。今日の T シャツはこれ。こういう感じ。これも同じ XL 単単に、今回の XL はバカでかい、タプタプだね、痩せたんでないね。これ後ろもこれ、こういう感じね、こういう感じ。トゥットゥットゥ、あ、この電子レンジツーンってなるんだ、トゥットゥットゥってなるんだな。よし、まずね、こういう感じの T シャツでした、今日ね。これね。これ。こういう感じね。まあ、ご飯はね、いつもの通り、白米、土佐米ね、龍馬さんの土佐米。だから、ローカット玄米、発芽玄米ね。新鮮な野菜。ね。ね。うまく、ちょっとここ焦げだな、ここな。うん。あと、温度。せっかく味噌汁作ったのに忘れるどこしたい、ほろほろ、お味噌汁、これこんな感じですよ、これこんな感じですよ、すごいですね、味噌汁コトンですべね。久々のわかめ豆腐、おいしい、おいしい、本当においしい。あれよ、ちょっと玉ねぎドレッシングにすかな。
あの野菜美味しいのであんまりいっぱいかけないね。これの卵焼きどうですめね。あ、美味しい。美味しい。あ、納豆丼ですかね。でも、わ、みんなおしそんで困ったじゃん。うん、今回はさ、ピーマンおいしい、生。持ってきてくれる人もさ、量少なくても朝も食べ物だって飛んで取って、意外とあの自分で栽培すればめんどくせえだって、食うの取るのもめんどくせえだって。でもマスター杉で跳ねて取って持ちてけんの嬉しっきゃ。これいい鮮な野菜食えばね、うん、おいしい、ほんとおいしい。なんか、さっきからほら、おいしいおいしいばし食べてんね。ほらさ、ご飯さくやって、しかもまっすぐ箸食べる癖ある。今度物頃から、ごらいでな。まあ、あれ仏様さくやらはんねんだんだべな。ほらはいいと思うんだっけ。まあ、行儀悪いってことなんだべな。おふくろさんも。姉さん、熟女さんもよたまにこれやればもらえるね。こうやってね、冬の生野菜でもの、梅に生きるものあるものの、漬けでの、のさ、冬に来る大葉っぱさ備えで、体力漬けとかとかね。まあ、俺らで何でも一生してくるよね。幸せもんだと思うよ。何食っても美味しいんだから。ね。客流性食材も、ほとんど良くなった。もう、凝りだね。寝る前のカツ丼は良くない。うん。大変だったよ。週間は苦しかったね。結構コメントでもある程度の年配の人たちに なったことあるってね、うん、ね。この辺すごく偉大、苦しい判定、偉大っつうかさ、さっぱりしてるんで咳せばいいんだけど、マリサでもいいんだけど、スーパーだのんなのせいってさ、マスクしているとはいえ、咳せば、他の人嫌だじゃない。あの、ちょっとゴホンゴホンってやれば、さっぱりするんだけど、それできねえ人だ、人前さえいれば。最近食えねくなったとはいえ、動画見てる人から見ると、
俺だって食うんだってすげえ具。なんだべね。お客さんさんも喋られた。アスターの食べる量すげえって。なんだべね。俺はくらいのとしたらこう金ねんだべか。自分では小食になったと思ってない。でねえんだべね。今日も今日はこの野菜が美味しかった。やっぱりこういうのはさ、朝もいいんだよって言ったらすぐその日に食った方がいいんだ。まずそういうことで、今日は本当に野菜美味しい。これから当分夏野菜美味しいな。本当にジャイゴ二郎さん作ったんで、本当に夏野菜から作ねばな。急に食いたくなった。うん。作られた。今まず、お腹いっぱいだ。大変だ。